はい、どうもです。おいでございます。今日はね、誕生日を迎える人が3人いるので、まあ、誕生日プレゼントを買いにやってまいりました。まあ、いつも通りね、なんか食べ物で行こうと思ってはいるんですけども、ちょっとね、今マックを買ってきたので、屋上の駐車場に止めてね、ちょっと食べようと思ってます。もう健康診断がね、終わったら食べようと思ってたチキンナゲットのね、黒胡椒ガーリックっていうのが出たんですけど、もうそれが食べたくて、でやっとね、健康診断が終わって今マックにちょっと行ってね、買ってきました。でソースもね、ニンニク醤油マヨソースっていうのがねあるんですけど、まあ、それでちょっと食べちゃおうかなと思って、ちょっとねガーリックでニンニク臭くなるのがどうかなと思うんですけども、買ってきたんでね、それを食べていこうと思います。で、まあ、最近ね、そういえばマックのコーヒーって飲んでないなと思ってて、まあ、ナゲット買うのもあれだったんで、ちょっとねホットコーヒーをね買ってきました。うん、S サイズで頼んだんですけど、注文をね受けるお姉さんが M サイズも今お値段が一緒なんですけども、どうしされますかっていうことだったんで、あ、そういうことであれば M サイズでお願い申し上げますということでね、S サイズでもらってきましたのでね、早速食べようと思います。はい、駐車場に到着しましたのでね、さあよっこいしょ、のしょ、あ、まあこれ先になってもいいわ。ちょっとね、消毒をね、ピッピッピッピーと。いや、今日のマックの店員さんの接客は良かったな。ハキハキされてたし、笑顔も良くてね、うん、マスクしててもやっぱり目の感じで笑顔だなっていうのが分かるんでね。これね、お値段はまあ5ピース200円なんですけど、こういう感じですよ。粗挽き胡椒がね、ふんだんに使っております。使われております。あ、ごめんなさいね。で、これね、基本的に私あんまりね、もう毎回言うんだけど、あんまりソース使わないんだけども、うん、買ってきました。よいしょ。で、コーヒーラブって書いてますね。愛の告白を受けました。ありがとうございます。とりあえずコーヒーからいただこうかな。ほんと久しぶりだね。うん、乾杯です。暑いかな、まだね。暑い、熱々。これからね、お買い物、誕生日プレゼント買いに行くっていうのに、あったかいもの買ったら冷えちゃうんだけどね。まあでもマックのコーヒーもだいぶ美味しくなったわ。うん、あ、そうだ、また消毒しないとな。今はね、ちょっと怖いんだよね、正直な話ね。ちょっと申し訳ない。もちろんお店側もさ、しっかりね、消毒なり衛生面を考えて手袋なりしてると思うんだけども、あ、結局消毒してソース先に開けとけばよかった。こんな感じ、嫌な感じ、いい感じ。さ、じゃあちょっともう一回もう消毒の3個の例だね。よし、いただきます。ちょっとこのまま行きます、最初ね。はい、うん、まだ美味しい。まだ買って5分経ってないぐらいかな。うん、アメージング。じゃあ醤油ガーリックマヨソースみたいな。あ、結構スパイシー。うん、やっぱり想像通り美味しかったわ。ソースは、うん、うまい。
そこまでニンニク強くないかな。あ、おいしい。このマックのナゲットソースは結構料理に使えるから。これは野菜スティックつけても美味しいだろうし、ニンニクと醤油とマヨだから炒め物にもいけそう。うん、手が止まらない。結構この粗挽きの胡椒がスパイシーだわ。舌がヒーヒーしてる。もう最後に1個プレゼント何買おうかな。面白いものを買いたい。これ見せてもしょうがないわ。ソースもったいないね。完食。あー結構スパイシーだわー。熱くなってきた。今日もまた天気いいのよ。美味しいね。おっと、じゃあちょっとねお買い物行ってきたいと思います。買い物紹介はね前後しちゃうかもしれないですけども紹介すると思うのでよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。